皆さんこんばんこばは、高です。今日もですね、札幌のジムニーのタイヤ脱落事故についてお話ししていこうと思ったんですがまた札幌西区でジムニーあの JB23W という同じ型でこのような事故が起こってしまいました早速ね映像の方を見ていただきたいと思いますどうぞやっぱり左側ですね ホイールナットってあの締める方向が右なんですよね右に締めていきますので右側のタイヤっていうのはホイールナットが締まる方締まる方に回転していっているので比較的緩みやすくないんですけども左側のタイヤって緩む方向にやっぱり回転の力が加わりますので締め方が緩いとどん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 緩んでいってしまうんですね。でしかもあのジムニーのようなちょっと振動が多い車ですとさらに緩みやすい。 で今回はねあの大きな被害者は出なかったようなのでその点は良かったんですけどもこれ一つ間違うと人の命を奪ってしまうような事故になっていたかもしれないんですよね映像を見ていただくと分かる通りタイヤってですねゴムが付いているのでかなり跳ねるんですよね後ろの車に間一発でぶつかってないんですけどもうちょっとタイミングがずれればですね 後ろの車のフロントガラスに直撃して人がねなくなってしまうなんていうことも十分あり得る事故でしたねで今回は反対側の車線までタイヤが転がってでその後遅い道路の方にねタイヤが流れていってるのがわかるんですけどもその後はどうなったのかはわかっていないですね北海道の方って結構タイヤの 装着がご自身でされる方っていうのが多いと思うんですよ。で、しかもジムニーという趣味の車ボールに乗れる軽自動車ということでですね。自分でタイヤ履き替えをする方が多いんですね。ですのでね。本当にあのこの時期。 にこのタイヤの脱落事故っていうのが増えるんですけどもホイールナットの締め付けですね、まあ、トルクレンチを持ってない方もいらっしゃるかもしれないんですけども一度トルクレンチを使ってですね締めていただいてこのぐらいの締め付けトルクなんだなっていうのをね分かってらっしゃる方はまだいいんですけどそうじゃない方はね非常に危険です走るたびにですねできればもう増し締めというかどれだけ締まっているかどれだけ緩んでいるかをね確認していただきたいぐらいなんですね これ自分の車の事故だけではすみませんので、本当にね、あの気をつけていただきたいと思います。いよいよね、ウィンターシーズンに到来ということでね、タイヤを履き替える機会も多くなるかと思いますが、皆さん注意していただいて、快適なね、カーライフを送っていただきたいと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあね。